パハド装甲兵員輸送車とは、エジプトで製造されている四輪式の装甲兵員輸送車である。エジプト軍では、既存の BTR-40 や、ウニモグのシャーシに、BTR-40 や、BTR-152 に類似した形状の、エジプト製の車体を乗せた、ワリード装甲兵員輸送車の後継車両の開発要求に従って開発された。 ファハド走行車は、ドイツのティッセン・ヘンシェルが、メルセデス・ベンツ・ラップ117、32トラックの、車体に走行化された車体を乗せる形で設計された。ファハド走行車は、その他の現用走行車よりも小型軽量で、運用コストが低い割には、機動力が高く、柔軟性に富んだ設計であり、軍用としての各種用途は、もちろんのこと。 国内治安任務向けの装備を取り付けることも可能である。車体は均室圧延構想看板を溶接して製造されており、7.62mm の鉄鋼弾や榴弾の破片を防ぐ程度である。前面の形状はバスに似ており、一般的な軍用装甲車とは異なる印象を与える。車体正面には大きな防弾ガラスがはめ込まれているため視界は良好であり、 必要があれば、ガラス部分に防御力強化用の装甲板を乗せることも可能である。ファハの装甲車の車体には、屋根の上にある平員区画のハッチ部分と、車体前部右側の車長席のキューポラに一丁ずつ、最大三丁までの機関銃を搭載可能である。搭載する機関銃は主に合計 7.62mm の PKM 汎用機関銃であるが、 FN マグなど他の汎用機関銃も搭載可能である。土外機動力も高く、最大80%までの勾配率の坂を上ることができ、左右勾配も最大30%までなら横転することはない。ただし水上浮気効能力はない。ファハド240基本型。後期型は土台のシャーシにメルセデスベンツラップ1424、32、 トラックのものを使用しており、より強力なエンジンを搭載するとともにわずかながら走行を強化しているため、重量は11.6トンに増加した。オリジナルのファハド走行車にも同様の回収が行われている。乗員2名の他に、兵員10名を搭乗させることが可能であり、兵員は背中を向かい合わせて乗り込む。兵員区画の天井には2つの大型ハッチが存在するとともに、 車体の左右4つずつのガンポートが配置されている。並走はオリジナルと同じ三丁の 7.62mm 機関銃の代わりに 20mm 機関砲やミランタイ、戦車ミサイルを装備することも可能である。ファハド240回収修理車、ファハド240後期型をベースとし、全部区画の運転席部分のみを流用している。車体後部には油圧式クレームを備えており、 クレーンアームは左右合計315度まで回転し、両角70度まで持ち上がり最大13トンの重量物を高さ2.8メートルまで持ち上げることができる。ファハド240救急車外見はファハド240標準型と変わらないが、負傷兵を最大8名まで搬送することが可能である。乗員は運転手と医師、看護師の3名が乗り込むほか、 各種の医療器具を搭載している。ファハド240地雷埋設車ファハド242対戦車地雷を短時間で埋設するための自動埋設機を装着している。ファハド240式通信車外見は、一般的なファハド240と変わらないが、車内に無線通信機を備えている。ファハド280、ファハド240の不評戦闘車、使用。 車体構造は、ファハド二百四十と変わらないが、車体上部にフランスサム車製の b t m 二百八電動式旋回砲塔を設置している。砲塔はマイナス8度45度の間で行革が取れ、三百六十度全周囲旋回が可能である。武装は十二点七ミリメートル重機関銃と、同軸の七点六二ミリメートル機関銃が搭載されており、潜望鏡と、 防弾ガラスによって視界を確保している。乗員は住所が追加されて3名になるが、搭乗可能な兵員数は変化がない。砲塔を含めた全高は2.85メートルである。ファハド280ード鎮圧車両治安部隊用に改造されたファハド280で砲塔の兵装を放水銃と煙膜弾、催涙ガス弾発射用のグレネードランチャーに換装している。 この他にもバリケード排除用のドーザーブレードやサーチライト、サイレン、ラウドスピーカーを装備している。ファハド280から30不評を戦闘車1990年に発表された不評戦闘車仕様。ファハド280の兵員区画の屋根に BMP-2 の砲塔を搭載しており、並走も BMP-2 のものと全く同じである。ため火力は大幅に強化されたが、 砲塔が大きなため登場可能な兵員は7名に減少した。これに伴い、車体左右の岸ポートも左右3つずつに減らされている。ファハド装甲車の運用国陸軍と内務省参加の中央保安隊に配備されており、ボスニア・ヘルツェゴビナの IFOR をはじめとする国連平和維持任務に投入されることも多い。1990年にクウェートに侵攻した際に路角。 その多くは1995年にクウェートに返還されたが少数が陰徳されており2003年のアメリカ軍侵攻の際に破壊されるまで運用されていた。ありがとうございます。